お疲れ様です。今日は6月28日です。はい。で、今日はね、日曜日ということもありまして、レッスンががっつり入っております。比率的にはね、オンラインレッスンよりもここに来る生徒さんの方が多いね、今日は。で、Vlog をやんないといけない、これ編集。今日はね、366、このシーズン2締めを撮ってるんですよね、これ。つまりめちゃくちゃ長いと思うのよ。こんだけレッスンが入ってて、この編集は今日やばいっすね。ちょっと緊張するな。これは大丈夫かな。で、この後ね、のりさんのまだ一般公開にはなってないけど、7月から一般公開というか一般募集を予定しているオンラインのなんか朝練みたいなやつがあって、それに参加します。まあ、ここまでね、毎週ずっと参加してきたんだけど、多分発表しても大丈夫でしょう、このタイミングで。よし、ちょっと急いで編集進めます。これ時間ないっす。はい、ちょっとまだ編集全然終わってないけど、のりさんのさ、やつ参加するんで。朝9時からやりますから、朝練ですよ、完全に。あの、ドラムパッド持ってたの、練習パッド。ラマのね、卒業生の友達にもらって。でも、もうさ、なんていうの、ゴム素材みたいな部分がもうさ、ボロボロになっていくじゃん、あれ。おはようございます。もう捨てちゃったんだよね。おはようございます。おはようございます。これのりさんには聞こえてない、はい、ありがとうございます。このクラスは、中級で、その日の気分で、楽譜を選んで、みんなと一緒に朝練をしていくという感じですかね。これはレッスンではないので、まあ、一緒に練習しましょうという緩い内容になってます。皆さんの音声は僕の方からミュートに設定させていただいてます。ズーム上ではクリックの音と僕の叩くこの打音のみ流れるようになっています。皆さんの映像についてはオンオフ選んでいただいて大丈夫です。練習するドラム譜は僕の方から画面共有でアップします。ワン、ツー、レディー、ゴーで譜面頭でいきましょう。ワン、ツー、レディー、ゴー。ワイエンダツー、ワイエンダツー、イエンダスリー、ワイエンダツー、イエンダスリー、イエンダフォー。1 and 2 3 4 1 and 2 3 4 1 and 2 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 1 and 2
ではまた来週の日曜日9時から中級をやっていきたいと思います。それでは良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。面白かったですね。ちょっと今日はね、初級クラスはパスしようかな。Vlog の編集ちょっと時間かかっちゃうから、絶対いつもはね初級も中級も参加してるんですけど、今日時間ない。あれ、ノリさん、はいはい、どうも。今日も安定してたよ。楽しかったけどね。ありがとうございました。シーズン2終わりました。はい、じゃあ、初級も引き続き頑張ってください。はい、どうも。今ね、編集を続けております。まだ、カットしてるっていう段階で全然編集進んでない。でね、この後生徒さんが来るんですけど、こっからもうレッスンラッシュがスタートするんですよ。オンラインレッスンもやり、さらにその後すぐまた生徒さん来るんで、夜の8時までこっから編集作業はできません。大丈夫か ?8 時でしょ、終わんの。9、10、11。まあ、実質10時ぐらいには終わってなきゃいけないからな。2時間で終わるかなと。遅れるかもしれん。なんか去年もこんなことやってた。去年の365を作った時も、すごい慌てて作って、うわ、もうちょい、あと20分じゃこれ間に合わないな。いいとこまでは行ってる。最後だしね、これだって大事に作りたいじゃんね。丁寧にやんないとさ。パソコンももうね、重たいよ。こんなにいっぱい動画引っ張ってきて限界ですって言ってますよ。 OK。 いや、ついにここが365になるわけだからね。記念すべき日ですよ今日は。まあ、きついよな、喋りすぎてるし、まあ、振り返ってるからね。長い動画にどうしてもなる。そしていろんな動画を引っ張ってこなきゃいけないから、めちゃくちゃ大変。もう不安でしかない。まあ、とりあえずレッスンやってきます。なんとかやるしかない。はい、とりあえずオンラインレッスンは終わりました。で、この後ですね、すぐ生徒さんがまた来ます。この後2人来ます。で、終わるのは8時です。動画が全然終わってない。危ねえな、これは。まだね、カットが終わってないのよ。いっぱい喋ってるからさ。相当長い動画になりそうだな。はい、本日のレッスンも終わりました。急いで動画作るぞ。頑張れ。ちょっとね、喋りたいけど、これ優先。これ急がなきゃいけないから、とりあえず集中して11ジャンプ目指して頑張ります。早送りだ。書き出し中。終わった。めちゃくちゃ大変だった。今ね、10時31分。ね、今日の動画はね、20分超えてるんで、書き出しにも時間がかかると思います。ということは、11ジャップは、多分間に合わない。ちょっとチェックしてみないとあれだけど、大丈夫かな。ちょっと心配だな。すごいでしょ、だってこれ。やばいっすよ。この編集は。あとはね、うまく書き出せるかどうかも心配なの。すごいヘビーなん で、いろんなとこから動画引っ張ってきて、貼っつけてるでしょ。もう触んない。これ。放置。もう触んない。怖いから。これさ、このグラスが悪いんじゃないの？
必ず泡立つけど、はい、無事366アップ終わりました。何回もファイナルカットは落ちまして、再起動しまくって、で結局サブモニター、サブサブモニター全部もう切ってね、他に何も動いてないよ、もうファイナルカットしかやってないよっていう状態を作って、でようやく書き上がりまして、チェックしてアップしました。なんとか今日中には間に合った。もう11時はね過ぎてた、間に合わなかった。それはめっちゃ大変だった。まあ実質自分にとってのシーズン2終了は今日なんですよ。まあシーズン3がこれは始まってる状態なんだけど、これをアップしたっていうのが自分にとってのねシーズン2終了のタイミングなんですよね。お疲れ様でした。改めて「そしてようこそシーズン3」。相変わらず何も変わらない Vlog だったと思いますけど、でこのね Vlog シーズン2をね Facebook アップしようと思います。申し訳ないけど登場してくれた人全部タグ付けしよう。ごめんね、うざくてごめんね。終わった。終わったよ。よくまとまったんじゃない？いや、今日の、もうスケジュールが大変だったね。朝からのりさんのやつに参加したりさ、レッスンもいっぱい入ってたし、めちゃくちゃ大変だった。で、結局動画は24分の動画です。これ Vlog 史上一番長いですね。めっちゃ長いよ、これ。一気見とかはまあ別としてね、一本の Vlog の動画としては、これは明らかに長いです。まあ、見ていただければ嬉しく思います。はい、でも楽しかった。やっぱり振り返ってる動画だし、こういうとこ見せたいなって、喋ってるところをさなるべく映像つけたいなって思ったし、もうちょい時間に余裕があれば多少凝った編集はできたかと思うけど、まあ今日のスケジュールから考えるとね、ようやった方だなと思います。一回やってんのにねこういう感じになっちゃうね。まあとりあえずね、シーズン3はもう始まっているんですけれども、実質私にとってシーズン2の終了っていうのは本当は今日でしたよっていうことでね、時間めちゃくちゃかかりました。ただ我ながら上手にまとまったと思いますよ。2年間やってますからね、見応えのある一本の動画になったんじゃないかな。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。